さあ、そういったわけで今週は午後7時8時の皆さんを迎えてお送りしております。何今の？なんかバリエーションだそうかと思って。面白いじゃないか。しかし悔しいよね、こういうので笑い取られちゃうとね。まずね、じゃあちょっと皆さんの本業である音楽関係から言うとですね、10月にですね、ニューアルバム、5枚目のニューアルバムですね、パレードをリリースすると。はい、します。しますね。はい、ありがとうございます。パレード、パレード。そしてさらにですね、その後11月から全国ツアー題して、557188全国ツアー道連れツアー。はい、ですか。そうです。削れ、要は下げって言われるんですよ、これ。ベイミーですか？あんまりよくわかんない。そうね、そんなわけで、まあ、全国ツアーって、ちなみに千葉のですね、ルックっていうライブハウス、11月16日を皮切りに、はい、全国22カ所、うん、はい、ちなみによくこれ聞く質問なんですけど、そこまで全国をいろいろ回ってて、やっぱり土地土地によって文化とかいろいろ違うじゃないですか、うん、はいはい。4時につけ、足につけ、印象に残ってる県ってどこですかね。県、まあ、都でも府でも、道でもいいですけど。僕は…ああ、びっくりした。もうあと3秒経ったら放送事故だもん。危なかったぞ、今。金沢ですね。あ、じゃあ石川県。石川県、はい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 、あそこなんか UFO が出るらしくてよ。なんか宇宙食堂とか UFO、 なんか惑星クラブっていう飲み屋とかいっぱいあるんですよ。結構不思議な土地だよね。不思議な土地。 UFO が出る、マジっすか。俺行こうかな、うん、俺 UFO とかも大好きなんですよね。へえ、うん、でもやっぱ美味しいものはね、北海道とかね。北海道、うん、じゃあ多分さ、鹿児島出身とか言うとさ、ああいう北国とか結構物珍しいものがいっぱいないですか。ああ、うん、結構ツアー冬にやることが多くて、うん、今回もね、11月ですかね、うん、雪が、うん、ほら、新潟とか長野とか、うん、これまた夜走りでこう高速とかを行っていると、はい、サービスエリアだっけ、うん、あそこにこうすっごいもう2メートルとか3メートルとかいるんですよ、うん、そんなの見たことがあんまりない、うん、鹿児島って雪全然降らないんですか。全然ではないけど、やっぱり雪の質がこう違うじゃないですか、ね、そんなに積もらないみたいな。そうそうですか。行ってみたいですね。いや、鹿児島面白いですよ、うん、文化がやっぱ違いますもんね、うん、九州の中でもかなりあれじゃないですか。ちょっと違うかもしれないですね、うん、方言もね、すごいですもんね。どんな感じですか。方言はもうかなり独特ですね。あ、九州弁というより鹿児島弁。鹿児島弁例えばどんなのあります。例えば、うん、いっぱいありますけど、うん、自分で振ったんで食べたの。頑張れ、最後までね。こう、なんか、ダメだか、ダメだ、もうちょっと、もうちょっと。飛ぶじゃないですか、なんか。飛ぶ醤油とかが。あ、はいはい。ピッて。醤油とか、あ、かかる、こぼってことですか。そうそう、そういう時に、うん、わーってなるじゃないですか。うん、そういう時に、いして。え？いて？いやいや、いせ、いせ、いせ、はい。そういうの多いんですよね。ああ、つまりでも全くこっちのいわゆる東京とかで話されてる言葉ともう全く違うみたいな。そう、もうすごいのことをわっせって言ったり、うん、わっせ、わっせって言ったり、うん、なんかいっぱいあるんですよ。それ分かった。それを言ってほしいんだよ。どれぐらいあるのかさ。うん、でも方言もっと知りたいですね、なんかね。知りたいです。二人だって鹿児島だから、鹿児島、あ、じゃあ二人で鹿児島弁で話してもらって、はい、で、チャーキーさんに香川弁で愛の手を入れてもらうみたいな。うわー、で、なおかつゆうちゃんが関西弁で、なんでやねん、マクドやない、マクドやって
もう方言大会。じゃあ今日のサクサクはどうでしたか？え、今の方言危なくない？大丈夫？関西でもそういう感じ。そうそうよ、うん、イントネーションが違うだけでそこまで、うん、うん、そうやな、うんうん、今日でも楽しかった。うん、わっせ楽しかった。楽しかったな。また来たい。がよー。がよー。また来たいがよー。また読んでよ。あ、もう。うん、本当に。わー。ぎこちな。じゃあ次は、いつ来ますか？明日。明日？なんでやねん。マクドやない。マクドや。決まった。決まった。じゃあ一応ね1週間ホントに何か何か言い残したこととかございませんか？一応でも宣伝していただいたんで、はい。なんだそれ。ゆうさんじゃそっと変だね。うん、やっぱり A 型じゃない気がします。悪気はないんです。当たり前ですよ。なんで悪気、テレビ出てる人が俺に悪気を持つんだよ、大体さ。意味がわかんないよ、本当にもう。まあ、そんなわけでございまして、じゃあ、1週間どうもありがとうございました。